こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。奈良インターナショナルです。今回はですね、こちらのダブルタップスの、ジャケットを紹介させていただきます。はい、こちらですね、2019年 AW にリリースされました、シェルパジャケットになりますね。形は、ミリタリーのフィールドジャケットのエクワックスジャケットに似た、マウンテンパーカーのような形のナイロンのジップアップパーカーとなります。本体にはですね、張りのある3レイヤーのナイロン生地を使用しておりまして、そしてフロントにですね、胸元のところに GPS の刺繍ロゴ、そして左胸にダブルタップスロゴの刺繍が施されています。で、こちら両方ともジップのパスポケットになっておりますね。そして袖の腹部部分にもラウンドしたフラップがついた、こちらベルクロ、ボタンとベルクロですね。ポケットとなっております。で、袖の部分にもこちらもベルクロのフラップポケットが完備されております。そして脇にはですね、ベンチレーションジップが完備されております。バックは無地ですね。特にデザイン等はないです。そしてフロントの開きはですね、スナップボタンとジップの二重の開閉になっておりまして、ジップは下からも開閉可能なダブルジップになっていますね。そして裏地は3レイヤーのナイロンの厚手の1枚の生地になるんですけれども、結構厚手で本当防寒性、防風性には優れている作りかなと思います。こういったオリジナルのシームテープがアクセントになっていますね。ついでにこのインナーに着た、カレッジスウェットも紹介させていただきます。こちらのスウェットがですね、2018年 AW にリリースされました、デザインクルーネックカレッジですね。フロントにダブタップスのロゴをカレッジ調にプリントした本当ベーシックなクルーネックになるんですけれども、こちら本体にカモフラージュ柄を落とし込んだカラーリングとなっております。裾の左にピスネームタグがついてますね。裏地はちょっと肝だったこのような生地となっております。そこまで肉厚ではないんですが、中肉厚ぐらいの生地感になりますね。はい、以上ですね、こちらのアイテムオンラインの方でも詳細の方をご確認いただけますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。
またですね、当店買取の方も行っております。人気の高いダブルタップスのアイテムも、高価買取させていただきますので、ぜひお電話またメールにて、気軽にお問い合わせいただければと思います。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。